まず、決勝戦を振り返っていただいて、はいはい、まあ、どんな感想を持ってますか。あ、なんかダウン取ってからで、なんか2ラウンド取られちゃったんで、あ、もう倒せるかなって思ってちょっと行っちゃったっていうか、まあ、あんまり引くのも嫌だったんで、はい、やっぱり、はい、あんまり、はい、あんまりこうポイントを守って勝とうっていうよりもやっぱり倒して勝ちたいっていう気持ちがあったんですか。あ、はい、なんか自分が変わったとこっていうか、そういうのを見せたいっていうか、やっぱり、そうですね、前回判定の DJ 選手のやつで、こう消極的というかそういう試合をしてしまったんで、今回はなんか挑戦するっていう気持ちで、はい、そんな感じです。まあ、それでまあ結果的に準優勝という結果になってしまいましたけど、はい、まあ、心境的にはまあすっきりとしてます。それとも悔しい気持ちは強いですか。はい、あ、めちゃくちゃ悔しいですね。あの、なんて言ったらいいんだろう、はい、まあ、倒されたところで、まあ、レフリーの人に止められたのは覚えてるんですけど、なんかあんま山田選手のパンチが強かったんで、なんか聞いちゃいましたね。はい、なんか、うん、でも悔しいです、すごく。はい、まあ、こう トーナメントをまあ全部、はい、こう振り返って、はい、まあ、こう自分が強くなってるなっていうのは実感とか、はい、なんかそういう自信っていうのはありますか。はい、あ、自信ですか。あ、やっぱりそうですね、練習もたくさんしてきて、フィジカルトレーニングの方もしっかりとやってもらって、うん、パワーがついたっていうのと、そういうのは感じたんですけど、だからこそやっぱ最後倒したいっていうか、うん、なんて言うんだろう、はい、ヒーローになりたかったっていうか、はい、それで行ってしまいました。まあ、今回のトーナメントの経験を経て、はい、まあ、次に向けてはどんなことを目標にしてやっていこうと今考えてますか。あ、次ですか。なんだろうな、あんま考えてないんですけど、なんか自分がやっぱチャンピオンになることしか考えてなくて、こういう気持ちで終わるっていうのを考えてなかったので、なんか絶望的な気分です。あの、まあ、最後、はい、まあ、大和選手は、はい、多分久保選手がその距離を取って、はい、そういうふうに戦われてたら、はい、まあ、ダウン取られた後ですね、はい、まあ、多分勝てなかっただろうというふうに言ってたんですけど、はい、やっぱりそこではもう倒すことだけ考えたって感じですか。そうですね、はい、やっぱり、うん、そこで判定で逃げてしまっても前回と一緒というか、うん、お客さんの心はやっぱつかめないと思うっていうのは、あの、角田先生とかトレーナーの人に言われてたんで、はい、まあ、倒しに行こうっていうのは思ってたんですけど、まあ、あんなに派手に倒されるとは思わなかったんで、見事に倒されてしまいました。角田先生からは何か決勝終わった後言われました。はい、あ、そうですね、まあ、行ってやっぱ倒されたからよかったよっていうふうに言われました。あそこで行かないで判定で勝っても次につながらないし、やっぱなんか課題を残して終われたっていうのはまだまだ強くなれる証拠だっていうことだから、はい、逆に良かったっていうふうに言ってくださいました。はい、あの、まあ、1回戦が、はい、まあ、判定で、はいはい、それは自分としては、はい、あまりこうダメージなく上がれたということで、それは納得の、はい、というか予定通りの感じだったんですか。はい、あ、なんかもうちょっと尾崎選手がその前に来るのかなっていう戦い方を想定してたんで、やっぱインローを蹴られて僕自身なんか、うん、なんて言うんだろう、あまり攻め込まれなかったっていうか、警戒しすぎてしまったっていうか、そこで一回もっとアグレッシブでいけっていう風に怒られて、それで、はい、次はアグレッシブに行こうっていう風に思ってました。それで準決勝のその1ラウンドの KO に、はい、はい、繋がったって。そうですね、あれはなんかもう角田先生がハイキックが当たるっていうのを指示出されてたんで、
まあ、それを遂行したっていうか、はい、そういう感じでした。はい、あのちょっと左肩痛めたようですけど、どの辺で痛めたとかっていうのは覚えてますか？どの辺で痛めた？肩はちょっと今さっき変わってるような感じでしたけど、あ、足ですか？足ですか？足の怪我ですか？痛いです、はい。やっぱり1日3試合っていうのは厳しいんだなっていうのを実感して、はい、もっともっと練習を積んでというか、そうですね、そういう気持ちです。足が痛いです。の試合を、はい、あの集合してた時にリング上で長嶋仁雄選手とちょっと何か話してたようでしたけど、はいはい、あれはどんなことを言われたんでしょう？ずっとあの試合終わったら勝ってラーメン行こうねっていう風に言ってくださってたんで、とりあえずラーメン行こうなっていう風に言ってくれて、でまた次が絶対チャンスあるからあの頑張ろうっていう風に言ってくださったんで、あのやっぱチャンピオンの言葉はすごい大きくて、はい、そんな感じです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません。なんかまともなこと言ってた。